クマラボチャンネル,のアルジーマスタークマです今回紹介するルアはこれコットンコーデル社のペンシルポッパーですえーとねペンシルポッパー今ねちょっとジャンルの一つみたいになってます例えばペンシルとか、えー、クランクとか、えー、バイブレーション、うん、リプレスクランクでもいいですけどなってますけど実はこの元祖 コットンコーデルのペンシルポッパーがあってこそなんですね、えー、そのまんまの名前ですけどこういうポッパーがあってこういう形がいいからってことでペンシルポッパーっていうジャンルができています日本でもまあ有名なとこでしたらエバーグリーさんが出してたあたりとかね国産でもかなりモチーフされたルはいっぱいありますこれは国内外問わずですねでも元祖はこいつですでサイズがね3展開あります まず C の67っていうのが約1 8センチで2音数ですから 56g これ <coughs> あ失礼で C の66っていうのが約1 6センチの1音数これが今回ってる私がもう所持してる分ですねでこれに加えて最近出たのが C の64っていうのがありますこれが1 2センチで約4分の3音数だから 20g 20ぐらいになるのかな うんだってえー、これが出てね、これが、まあ、国産ジャストサイズじゃないかなっていう形では私は思ってますで。ジャンルとしてね、ペンシルポッパーったら何かって言ったらポッパーかって言われたらちょっとちゃい違うんですよね、えー。スプラッシャーっていうジャンルになるのかな。これはヒロナイトーさんが言ってたんですけどね。でこれ高速トゥイッチでね、バシャバシャっていうか、ちょ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 ,ちょってさせながらね、魚が逃げ惑うのを演説して使うようなやつで、 これ形状を見てわかるけど、お尻の方に重さが集中してるんですよね。でえー、この流線形というか空気抵抗のない形からあ、えー、想像できるようにこれかなり飛距離出るんです。ですから、これを使う場合は、ね、トップ系の柔らかいロットでももちろんいいです,動きます。ちゃんと動きますけど、えー、例えば、おかっぱりで遠くに投げて使いたい場合とかは、ね、P ライン使うとか。 ちょっと硬めのロットを使うとかそういう形でねやってやるとよりよく操作はできると思いますでえこいつの何がすごいかっていうと、まあ、大きさもちろんすごいですよね、えー、18cm のニオンスって言ったらちょっとしたビッグベイトぐらいありますまあでも今ビッグベイトっていうねルアーのジャンルが、えー、日本でも確立しちゃってますので大きさに関してはね、えー、そうまで抵抗ある人はいないかと思いますが、えー、一番すごいのがこのフックですね フックの取り付け部なんです。リアは普通にね、キートンつけて使ってるんですけど、この腹部ですね、腹部のフックの中、取り付け口にこスイベルが仕込まれて回るようになってます。これなぜかというと、ハードルワーの時って、えー、ワームよりね、実は特に大きいルワー、意外とバラし多いんですよ。これなぜかというと、もうてこの原理ですよね。えー、ルワーという ものがあるためにそこで、えー、ギッコンバッタになってフックが外れやすくなっちゃうんです口の中ででフックがね特にこういうでか回復だと余計そういう現象が起きますですのでバスが暴れた時にルアーのー形でもあれわかりますけどこういなすのがちょっとこれ苦手ですこの大きさだったら私もね割とーハードルはばらすことありますけども それを、ね、軽減するためにフックを回るようにしてこの重量があるときのばらしを、ね、防ぐという意味でフックを回るようにしています。これはすごいアイデアだと思いますし、えー、最近、ね、ビッグベッドブームでいろいろあるので、えー、これね真似されてもいい構造だとは思いますしこういうところに、ね、目をつけるメーカーさんもっともっと出てきてほしいかななんて私は思っています。 うんでこれね、割と中古でも見かけますし、現行品でも出てます。でえー、国産のやつと違って、非常にシンプルな形をしてますけど、性能は確かですし、使ってて面白いルーですで。フックはね交換した方がいいかもしれませんけども、このルー一度使ってみてはどうでしょうか。えー、シンプルな形、えー、いかにもアメリカらしい感じのカラーリングと相まってね。 えー、非常にね楽しい気持ちで魚を釣らしてくれるルアーの一つだと私は思ってますでは今回はここまでにします次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみくださいでは今回はここまで